ダイハツミラーウォークスルー版ウォークは商用車の一形態である。英語圏での一般的な故障はウォークイン版で他にデリバリー版、ステップ版、パッケージカーなどの商標や通称がある。郵便や宅配便などの周廃業務では乗降と仕分けが頻繁にならざるを得ないが、ウォークスルー版はその一連の作業の省力化を図るために考案された。 乗員が運転席と過失の間を車から降りることなく自由に行き来でき、かつ過失で渡ったまま作業することができる構造を持つ。このため他の寸法に比較して前行が特に高い外観となる。また、天地に大きくなりがちな運転席ドアは、軒や壁、標識、電柱、街路樹などと上部の干渉を防ぐためと高い頻度で開閉されることから、 歩行者や他者との接触事故を防ぐ目的のほか、路肩やガードレール際といった狭い場所での乗降に、都合の良いよう、引き戸や降り戸が用いられていることが多い。なお、想定される、使用速度域が高く、ハンドリングと乗り心地を重視する、欧州車の場合は、事情が大きく異なり、大型のバンであっても、前述の構成に当てはまらないものがほとんどである。 シトロエンタイプ H シトロエンタイプ H 過失より運転席を見る欧州ではフランスやイタリアを筆頭に2トン積みクラスに至るまで FF が一般的でありフレームもはしご型ではなくホイールベースを非常に大きく取ったプラットフォーム型とするなどその構造は乗用車派生のミニバンに近いその中でかつてのメルセデス・ベンツ・ティーには前席にスライドドアを持つモデルがあった 運転席や、過失の床が低く、座席は一般的な深く腰掛ける形状、フロントドアも一般的なヒンジ式で、外観もワンモーションスタイルとなっているなど、ミニバンの発展型とも言える特徴を持つ。そのため、次で述べる周配に特化した、米国型などと比べると、頻繁な条項や二役性でやや劣る面もある。その一方、操縦安定性と乗り心地に優れ、 自然な運転姿勢と十分な室内庫を持つことから、ピープルムーバーやコンビの設定があり、救急車やミニバスとしても利用されている。なお、近年では、車体設計を共通とする常用、過客兼用で運転性と功績のウォークスルーが、可能な車種でも、貨物用では、衝突時の上位運保護の観点から、座席と過失の間にしっかりとした隔壁を持つように、 なり、前後のウォークスルーが不可能となっている。よって、欧州車の場合、ウォークスルー版ではなく、ウォークイン版が故障として妥当となる。車内での移動は不可能になったが、欧州の商用車の多くは、過失の床面が低いため、車外からのアクセスでの利便性低下は少ない。過去のモデルの中で合理的な設計で特筆されるのは、シトルエンタイプ H で、 エンジンとトランスミッションを前輪より前に収め、強靭ながら凹凸のないプラットフォームフレームと後輪にフルトレーディングアームサスペンションを用いることで、ウォークスルーと驚異的な過失の床の低さを実現した。また、3代目までのフォルクスワーゲンタイプには、リアエンジンのため、過失後部をエンジンルームに占領されるが、運転席と過失の床は非常に低く、かつ平らにつながっており、 全席を二人掛けとした、ウォークスルータイプに入るルーフを組み合わせたモデルの、ウォークスルー製は、シトロエン h トラック以上である。メルセデスベンツは、長らく大型の FF 車を生産してこなかった、ことや、キャブオーバー型のマイクロバスを、大型版としても販売していた経緯から、貨物車も、スペイン製の一部車種を除き、現在に至るまで一貫して、 フロントエンジンリアドライブを採用し続けている。そのため、スプリンターは FF や RRJ に比べ、床の高さ、ボンネット長、全高がやや大きく、ロングボディー車はリアオーバーハングも長い。また、その上のクラスにはバリオがある。乗用車に比べ生産台数が少ないため、各メーカーともに共同開発やバッジエンジニアリングによる OEM などで、 コストの低減に努めており、プジョーボクサー、シトロエンジャンパー、フィアットデュカートの3社をはじめ、ルノーマスターと、日産、インタースター、メルセデスベンツスプリンターとダッチスプリンターなどが共通化されているほか、韓国のダイブも、イギリスの LDV やポーランドの FSC と、ジョイントしている。また欧州フォードのトランジットは、トルコ生産に切り替えられている。 欧州型の例近年の車種では、前席と過失の行き来ができなくなったため、ウォークイン版として紹介する。グラマンオルソン P800UPS、パッケージカー独特の形状の座席や引き戸と、ステップがわかる北米では、金融機関の現金輸送車やスワットなどの人員輸送車、UPS のパッケージカー、ホットドッグ、アイスクリームなどの移動販売車や、 ケータリングカーなどに用いられているものが代表的である。車両はシボレとグラマンオルソンでどちらも専用設計であるが、一般的なトラック同様のはしご形フレームを持つため、床が高く、運転席には乗降用のステップが備わる。これらは欧州型とは異なり、純粋な旅客車として用いられることはない。グラマンオルソンの u p s 向けへパッケージカーは、 特に低床、コンパクトにまとめる設計手法は取られていないが、近年の欧州向けでは、タイヤ系を小さくし、低床化を図るなどの変化も見られる。アメリカ型のレイスズエルフハイルーフトヨタ、ハイエースクイックデリバリーダイミラワーオクスルーバン、日本のカタログモデルとしては、1952年にトヨペット SB をキャブオーバー化したトヨペットルート版が、講師と思われる。 アメリカ型の模倣、縮小版と見られる構成で、イラストでは左側のドアが引き戸のように描かれているが、実写と見られる写真では前、ヒンジとなっている。同時に図面も掲載されているが、扉の開き方に関しての記載はない。SB トラックのラダーフレームを流用し、かつ、全高2.0メートルの小型車枠に収めているため、 過失の室内項は 1400mm とやや低い。車体下層は路面電車やバスの車体を手掛けていた日産自動車参加となる前の新日国工業である。トヨタの他の乗用車やライトバンなどと異なるコーチビルダーに車体製造を依頼していることから現在の特装車に当たると想像される。1968年にモデルチェンジしたイスズエルフの2代目に エリフハイルーフの名でアルミボディのウォークスルーバンが登場している。その後、1982年にヤマト運輸が卓球便周廃用にトヨタと共同開発したクイックデリバリーや他社の競合車種もはしごフレームを持つ1.5から2トンクラスのトラックをベースに平面構成の構成車体を仮装する工法を踏襲しておりアメリカ型に準ずる構造である。日本の このクラスの車種でプラットフォームフレームを採用した例はない。1984年、初代ダイハツミラのモデル末期にパネル版ボディを仮装したミラワオークスルーバンが登場する。見た目のユニークさや実用性の高さ、そして何よりも軽規格内でのオークスルー構造ということで大きな話題となった。ミラワオークスルーバンは軽量化と室内容積の有効活用のため、 乗降用ドアは、戸袋や、スライドレールの不要な内開き式の折り戸が採用され、左側のみに配置されている。バックドアには3枚折り戸と上下開きの2種類がある。基本的には1人乗りで、助手席はオプションである。軽自動車規格の最大高は2.0メートルが、上限のため、室内高はやや低いものの、優れた設計で、床の段差はできる限り小さくされており、 小回りの菊外寸と共に使いがあってはよく大きな成功を収めた。さらに同時期のミラシリーズには運転席が通常のセパレートシートでウォークスルー構造ではないが移動販売に適したウォークイン版として商用車種を薄めたデザインを施し2箱に対面販売に対応したガルーイングドアを装備するミラミチートも追加されている。市場の反響の大きさから 鈴木アルトと三菱、ミニカにもウォークスルー版がラインナップされたが、先行して登場したミラーに比べて各部に、作りの荒さや爪の甘さが散見されることから、販売台数は少なく、これら2社は軽自動車の規格変更前に消滅している。660cc 規格ではミラのみ生産が続けられていたが、それも1998年の軽自動車規格。 改底と同時に消滅している。ダイハツは2004年の第38回東京モーターショーに FFC をコンセプトカーとして出品しており、ウォークスルーバンの後継者についての模索と見られるが、市販には至っていない。トヨタクイックデリバリーが2011年をもって生産終了したため日本メーカーの国内現行車種は今のところ皆無だが、欧州日産では、 ルノーマスターの OEM 車をインタースターの名で販売している。2020年、久方ぶりの国産車種として、イスズエルフをベースとする EV ウォークスルー版が開発され、ヤマト運輸にて実証運用を開始した。マイクロバスを生産しているメーカーでは、バスと貨物車を共通設計とし、大型のワンボックス版としているものがあり、メルセデスベンツの L319 や t に、 トヨタコースタービッグバンなどの例がある。これらはバスとしても使えることから室内高は十分であっても、室内の作りや床の高さがウォークスルーに特化しているとは限らず、外販もバスと共通であるため、専用車体のバンに比べ、ウォークスルー性や乗降性、二役性などの使いがあってや、破損した際の板金修理費などで不利となる。 トヨタクイックデリバリー200イスズビギンミラミチートウォークインバンデリバリーマンありがとうございます